戦隊銀河マン。青春戦隊銀河マン、それは勇気ある者のみに許された名誉ある銀河戦士の称号である。龍馬、颯、豪輝、光、さや、青獣剣を受け継いだ5人の勇者が地球の平和を取り戻し、銀河の森を復活させるため宇宙海賊バルバンに立ち向かう。銀河の平和を守る神秘の動物青獣と共に伝説の刃を振りかざす5人。そう、彼らこそ3000年の時を超え新たに誕生した青獣戦隊銀河マンなのである。銀河マン危機一発、ガブレンジャー現る。行け、ケムエモン、我々バルバの強さを思い知らせてやれ。やめてあげて。スケジュールはうまそうでござる。俺たちは、俺たちのバカに来たんじゃないんだ。やろ。バルバ、そこまでだ。彼ら5人こそ銀河を貫く伝説の刃、青獣戦隊銀河マンである。くそ、邪魔が入ったか。一旦引き上げるぞ。引け、銀河マン、また会うでござる。へえ、今日はこれぐらいで勘弁してやろう。大丈夫ですか。危ないところを助けていただいて本当にありがとうございます。ナショさん、こいつら銀河マンですよ。本当だ、はじめまして銀河マンさん、僕は大ファンなんですよ。そうじゃないだろ、そうじゃないだろ。銀河マン、我々を倒す前に史上最強のヒーローと名乗るのは絶対に許さん。勝負だ。我々ガブレンジャーと戦え。なんて、別にいいですけど。けど普通正義のヒーローって5人なんじゃないですか。うさい、1人は麻布十番温泉で営業だ。よし、勝った方が真の正義のヒーローだ。みんな変身だ。チャンネル転。いいね。めっちゃ強くなったよね。やばい。ガム。カラクス。うまいしですか。かぶれ。ガム。ブラック。4人揃ってガブレンジャー。伝説は彼ら4人から始まる。地球のため、いや、あらゆる人々のため、それも違う、全ては自分のためだけに戦う、テレビの世界からやってきたドリーム戦士。人は彼らのことをこう呼ぶ。特捜戦隊ガブレンジャー。では銀河マンの変身ポーズも見てみよう。行くぞ銀河先生。貫く伝説の刃、青獣戦隊銀河マン。どちらがヒーローかは一目瞭然。やはりこの戦いは無謀だったのか。くそ、銀河マン、ちょっとかっこいいからっていい気になってんなよ。そうだ、別になってませんよ。そういう言い方だ。くそ、だいたい何なんだよ銀河マンが。ちょっとばかり顔がよくてよ、強くてよ。そうだ、なんだ、弱いものを味方して、子供たちのヒーローって言うだけじゃねえかお前は。いや、それはそれでいいんだよこれ。いや、そういうのは冷めるだろ。冷めるよ。よーし銀河マン、今日はメタメタにしてやる。覚悟しろ。特別企画、銀河マン対ガブレンジャー、二度と見られない世紀の対決。まずは笑ったらダメよ一発芸対決。イエーイ。では銀河マン、誰か一人でも笑ったらあなたたちの負けよ。レッド、ブラック、頼むぜ。任せてください。やりますよ。はじめまして、こんばんみ。ビビるのショートコント、ドライブ。イエーイ。いや、いいもんだな、たまにはこう当てのないドライブっていうのもよ。何、右が東京方面で左が神奈川方面か。お前どっち行きたい。いや、どっちでもいい。俺どっちだっていいよ。お前決めろよ、それぐらい。いいよ、決めていい。早く決めろよ。いいよ。早く。なんだ。早く。いいよ。早く。何、早く。いいよ。早く。何が、早く。いい。ああ、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 
うわぁ、人間がアリンコみたい。空は飛べないよ、お前。に火がついて見事勝利。続いての対決はかぶって叩いてじゃんけんぽん。じゃんけんをして勝った方が相手の風船を割る、負けた方は自分で防ぐ、早く風船を割った方が勝ちと。おミルク、はい、さあそっち、こっちが女性できたら、うん、こっちはサイダ、よーし、それでは行こう、じゃんけんぽい。アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。長いよ、二人ちょっと。え、長いよ。アイコでしょ、アイコでしょ。おっ、おー、じゃんけんぽい。おー、よしよし、じゃんけんぽい。ばばー、ぶらぶら、お前ら。おー、じゃんけんぽい。守れ、あー。負けー。ということで、ピンクの勝ちレッド対決だ。イエーイ、頼むぞ。はい、負けねえぞこの野郎。倒す倒すの一言しかないぞ。かっこいいな。よしよし、じゃんけんぽい。危ない、危ない。はい、よっしゃ。おい、割れた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 。どうだ、銀河マン。そうだ、どうだ、どうだ、どうした。すまない、やられたか。申し訳ない。あ、さあ銀河マン、誰が来る。じゃあ力自慢の攻撃だ。さあ、それじゃあ俺が倒しにかかろうかな。一番来てほしくなかった人だ、うん、カノフリだ。銀河マン、さっきまではかっこよかったが、そのヘルメットをつけると意外とかっこ悪いな。よくなってるな。よし、勝負だ。さあかかってこい、じゃんけんぽい。銀河マン史上最大のピンチ、このままガブレンジャーに負けてしまうのか。勝負だ。さあかかってこい、じゃんけんぽい。いいだ、おしゃれ。じゃんけんぽい、アイコンス、アイコンス、アイコンス。ガクソ、まだまだ。じゃんけんぽい。これは悪夢か。ラッシャーの一撃が無情にもヒット。なんとこのゲームでも銀河マンがまさかの敗北。リーダー、リーダー、リーダー、どうだ。リーダー、どう伝えたらいい。しっかりしようよ。どうだ銀河マン。銀河マン対ガブレンジャーの戦いはなんと2対0でガブレンジャーの勝ち。結果はまさかのガブレンジャー完勝。俺たちはこういう対決になると強いだ。リーダー、お笑いだな。戦いなら負けないんだけど、あなたたちみたいなことは俺たちには。負け惜しみを言うな。これから銀河マンに勝って俺たちが平和を守る。そうだ、頑張るぞ。銀河マン、覚悟。スリーダー、行け、ケメーモン。銀河マン、もう勇者しないでござる。シェリンダ様、シェリンダ様、シェリンダ様、僕たち何も言うこと聞きます。はい、そうか、じゃあ銀河マンを倒してこい。よし、やってるか、絶対倒してやる。違うでしょ、何言ってんの、はい、もう二人には任しとけない。こうなったらガブミルク、お前に任せた。魔人さん、私が相手よ。おお、いいんじゃない。あんなおバカな奴とは付き合ってられん。そうでござるな。そうだな。銀河マン、明日の朝7時半にここで戦おう。銀河マン、さらばでござる。わかった、日曜の朝7時30分だな。そうか、明日の朝7時30分か。でもよかった、我々の力で平和を守ることができたよ。はい、よくやったよ、はい、よくやったよ、はい、よくやったよ、はい、銀河マン、我がガブレンジャーと力を合わせていきましょう。いや、一般の方は危険ですので手を出さないでください。そりゃそうっすよ、やっぱりガブレンジャーじゃ無理か。ダメっすよ、これやっぱり。ですよ、やっぱり。じゃあ分かりました、それじゃあ最後にこの銀河マンの活躍を
全国のテレビを見てるちびっ子に約束してあげてください。どんな魔人でもかかってこい。銀河マンが相手にやってやる。一刻も早く地球の平和を取り戻す。これからも応援よろしくな。それから銀河イエロー光宛てのお手紙もガブリンチョで受け付けてるんだ。待ってろバルバン、きっと俺たち銀河マンがお前たちを倒す。さすが銀河マン、言えば平和を願って例のやつお願いします。特捜テレビガブリンチョ。